こんにちは、ギャグワです。今回は、モンスターハンターワールドに登場する、ネルギガンテ素材の片手剣透滅の先兵を作ってみました。それでは早速、作り方に行ってみましょう。 材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形用の柔らかいボード素材です。アニメイト、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。感触的にはお風呂のマットのようなものです。型紙を使ってその形に切り抜いていきます。型紙は僕のサイトからダウンロードできます。一通り切り抜きが終わりました。 材料として使うボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用できます動画の説明欄でこういった代用できるボードやその販売店をいろいろと紹介してますのでそちらもご覧ください刃のパーツを接着して刃を組み立てていきます接着には瞬間接着剤とアルテコスプレーという瞬間接着剤の硬化させるスプレーを使って接着していきます このアルテコスプレーっていうのがあると接着が非常に早くなって作業がとてもはかどりますのでぜひ使ってみてください。ホームセンターの接着剤売り場に売ってると思います。ちなみにボンド G17 っていう接着剤で接着してもらっても OK です。こちらは100均とかでも売ってますのでね、手軽に手に入りますのでお好みの選んでください。<laughs> 筋みたいな模様があるのでハンダゴテで掘って再現していってるところです。これで刃が一通り組み上がりました。 刃が組み上がったので、次は、えー、のパーツを組み立てます。束というか、持ち一点の部分というか、刃以外の部分ですね。そこを組み立てていっているところです。先ほどまでと同じように切り出した COS ボードのパーツを瞬間接着剤で貼り合わせて組み立てていってます。というわけで貼り終わりました。熱を加えて内向きになるように形を修正しています。 水道のパイプを程よい長さに切ります。パイプカッターという専用の道具を使って切っていますが、ノコギリなどでも切れますので、持ってない方はそういうので切ってください。水道パイプをこの束の形に合わせてヒートガンで曲げます。ヒートガンというのはこの動画で映ってるドライヤーみたいな工具ですね。ライターとかでも曲げられないことはないですね。曲げた水道パイプにパーツを接着して、 再び5日を組み立てていく作業となりますちなみにこのデザイン全般なんですけどゲームの画面とかで可能な限りはねあのチェックしたつもりではあるんですけどやっぱりどうしてもよく分かんない部分っていうのがあって、まあ、後に出てくる盾なんか特によく分かんないんですけどいろいろとね僕の想像で保管してるような部分もあるんでちょっと違うんじゃねえのって思う部分あるかもしれないですけどそこはご了承いただければと思います。 トゲが上の方に5つついているのでトゲを作ります厚めのボードを切り出してカッターで削って形にしているところですねこれで5つできました表面が粗いのでライターで炙ってちょっと溶かして表面なだらかにしてみますそしてそのトゲを5つ瞬間接着剤で接着します鱗を作っていきます鱗をまず下書きしますマジックでひたすら書きます 1>, 1時間半ぐらいかかりました書くのにそして書いた鱗に従ってハンダゴテで掘っていきますこれがね動画で見るとよくわかんないと思うんですけど実際のところこれだけで4時間か5時間ぐらい確かかか,かってますもうその日はこう掘るだけで1日潰れましたねつができたので刃を接着しているところですねグルーガンで接着して合体していますこんな感じになりました 刃の根元の辺りからトゲが生えてるんでこれもボードを削り出してそれをまた火で炙って表面なだらかにしてこうトゲを作って貼り付けていくっていう作業ですねひたすら繰り返しですこの作業もね動画だとあんまりよく分かんないと思うんですけど結構時間かかりましたこれも多分45時間ぐらいはかかってるはずですね同じ作業の繰り返しに見えて まあ、トゲのサイズを一個一個ちょっと変えたりとか、結構細かいところまで気配ってやらないといけないんで、なかなか手こずらせられた作業ですね。塗装を開始します。まずは木工用ボンドを水で薄めたものを作り、これを下地として塗ります。こうすると塗料の糊が非常に良くなります。一度乾かせた後、今度は木工用ボンドと小麦粉を混ぜたものを鱗のあたりに塗ります。 表面がボコボコして粗くなり生き物の表皮のような感じに仕上がります一通り乾燥したら今度はラッカースプレーでベースカラーを塗装していきます部位によって黒、灰色をそれぞれ塗りますここからはエアブラシを使って細かく塗装していきます使う塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーとなります刃に模様があるのでそれを描いていきます 細かい模様になりますので、細い光景の0.2ミリという光景のエアブラシを使ってます。これはネイルアート用のエアブラシですね。いつも細かいものを描くときはこれを使っています。再び光景の大きい方のエアブラシを使って広く色を塗っていきます。黄色、紫、少しだけ紫っぽい黒を塗ってます。ここからは筆を使って細かく塗っていきます。 塗る時ですけど塗料を筆に取った後ある程度布とかでかすれさせる状態にしてから塗るとほんのり色が塗って面白い仕上がりになります塗装が終わったので、えー、仕上げですね合皮を切ってグリップにぐるぐると巻きつつグルーガンで接着していきます 有刺鉄線が巻かれてるようなデザインになってるので、有刺鉄線を巻くんですけど、えー、本物を巻くわけにいけないので、おもちゃの有刺鉄線を買って、それを銀色に塗り直して巻き付けてます。Amazon で買いました。というわけで、剣が完成しました。全長は110センチ、重量は 1.1kg となります。結構ね、重みがあるので、ずっしりきますね。 ここからは縦を作っていきます。基本的な流れは剣の時と同じですね。パーツを順番に接着していきます。縦の端っこの方に段差になっている箇所があるんですけど、それを再現するために、まず対象となる箇所を一度切り抜きます。そして少しずらした状態で戻して接着することで段差を再現しています。 引き続きき続パーツを接着していきます。こっちは裏面というか土台側ですねでさっき作ったやつをかぶせて接着して大まかな形を作っていくという感じですそしてまた鱗作業ですねこの辺りのデザインがねあー全然把握できてないんであのこの辺のデザインはもう僕のアドリブだと思っていただければ幸いです角のパーツがたくさんあるので 角を作っていきます今作ってるのは上に左右に生えてるでっかい角ですねそれを組み立てていってるところです他にもたくさん角がありますこんな感じでいっぱい角を作りました角を組み立てたので本体の方に接着していってるところですね右側にある角をつけているところですというわけで角が付け終わりました でかい角を装飾してます。薄いボードを貼り付けたりとか、ハンダで掘って筋作ったりしてます。そして今度はまたトゲですね。トゲが右半分の方にだけいっぱいついてるので、そのトゲを作ってます。まずは大きいトゲをたくさん作って、本体に貼り付けていってるところですね。これもたくさんあるんで、かなり手間かかりましたね。これは多分6時間ぐらい。 かかったと思います記録ではこの細かいトゲが本当にびっしり張るんであの隙間があると見栄えが悪いんでもうびっしり埋めるのがめちゃめちゃ大変でしたねこのようにちま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 張ってって一通り貼り終わりましたここからは塗装ですが剣と同じ流れですのでダイジェスト的にお届けしたいと思います ちなみに塗装でエアブラシを対応してますけどエアブラシは持ってないという方も多いかと思いますのでスプレー缶とか使って代用してもらっても全然構いません使えるもので代用して塗っていっていただければなと思います腕につけるベルトを作ります薄い COS ボードと合皮をボンド G17 で接着します合皮とボード側にそれぞれ接着剤を塗って 貼り合わせていきます。最後に端を折り返します。そして縦の裏側に先ほどまでに作ったベルト2枚を交差させるようにしてグルーガンで接着します。最後に有刺鉄線を巻いたら完成となります。縦の全長は90センチ、重量は800グラムとなります。 一通り作るのにかかった制作時間は60時間材料費は8000円となりますサイトに型紙データやより詳しい作り方なども載せてますのでそちらもぜひ参考にしてください URL は動画の概要欄に記載してますちなみに今回画面を印刷したものから型紙を起こしたので形はバッチリ再現されてると思いますクエストスタート今日はファウルムを 借りたいと思いますパオルム発見しましたパオルム発見しました借りますくそ <laughs> 今回の動画いかがだったでしょうか わからない点があれば気軽にコメントくださいね当チャンネルではこのような武器とか防具とかの作り方をたくさんアップしています他にも色々あるものでぜひご覧ください装備意思とかもありますそしてよろしければチャンネル登録もお願いいたします Twitter もやってます URL は動画の説明欄に記載しております今もね 他にも、模範の武器、いろいろ作ってますので、また、完成したら、アップしていきたいなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。またね